皆さんこんばんは。つながるラジオの時間です。お相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。今日もですね、青森県の津軽地方から、沖縄県のコミュニティ FM ではあるんですが、お届けをしております。今週の青森県はですね、ちょっと雨が降っていたりもしましたし、やっぱり朝晩は非常に寒くて、気温が一桁台の日が非常に多かったです。で、まあ、何よりも紅葉ですね。紅葉がかなり進みまして、青森県の私が住んでいるところには有名な山があって、岩木山っていう山があるんですけど、その岩木山が見えるんですよね。で、その色がですね、まあ、毎日毎日こう9月の半ばぐらいはまだ真緑だったものが、やっぱり気温の低下とともにですね、徐々にこうちょっとこう色づいてきて、今はかなり見頃になってですね、これから冬も始まってくるんだなっていうようなことを感じさせるような、もう秋も終わりに近いんだなと、そんなことも岩木山を見ながらですね、日々感じて過ごしております。はい。この番組はですね、青森県のお話をするだけじゃなくて、まあ、私が自由気ままにですね、いろんな話をしております。まあ、過去には、勤めておりました、ユニクロとかですね、GU とか、セブンイレブンのお話をしてみたりとか、あと自分の好きなこととかですね、あった出来事についてもお話をしているので、なんか必ずしも青森県に絞ってはないんですけど、まあ、もしよろしければですね、最後まで、気楽にお付き合いいただければなというふうに思います。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。この番組は青森県弘前市で創業46年、弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった、内窓をつけたい、玄関ドアをリフォームしたい、カーポートを設置したい、家の中に手すりをつけたい、お家の困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ、Facebook ページからお問い合わせください。はい、改めましてお届けしておりますのはつながるラジオです。お相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、どんなお話ししていこうかなというふうに思っていて、いろいろ悩んだんですよ。あっと言いますもですね、まずお礼をちょっと言いたいなと思っていて、前々回ぐらいですかね、SKE48 のライブを見に行かせていただいた時のですね、まあ、感想をですね、ちょっとお話をさせていただいたんですよ。で、まあ、私はその SKE48 はすごく好きなんですけど、ただまだまだですね、初心者で、わからないことも非常に多い中で、10月の頭にですね、結構大きなライブがあったので、そちらの時に行かしてもらった感想をですね、自分なりにちょっとこう、発信させていただいたんですよね。だから、まあ、YouTube の方でもですね、こちらのラジオって、流させていただいてるんですけど、まあ、SKE のファンの皆さんからですね、非常に温かいコメントをたくさん頂戴しまして、本当にありがとうございました。本当ですね、なんかすごく嬉しくて、自分のこういう感想をですね、なんかいろんな人が、前向きに捉えてくださってですね、本当ありがたいなと。で、こんだけも SKE48 のファンの皆さん、やっぱ熱くて優しい人が多いんだなっていうことを、こう、肌身張って、すごく実感することも、できまして、はい、本当にまずはお礼を言いたいなというふうに思ってます。コメントくださった方と、ご視聴いただいた方、高評価いただいた方ですね、ボタンを押してくださった方、本当にありがとうございました。で、まあ、今日もですね、ちょっと、なんか、味を占めてるんじゃないかって思われるのも嫌なんですけど、ちょっと本当に悩んだんですよ。今日もちょっと SKE の話をしようかどうかって、まあ僕ごときがですね、なんかそんなにまだ知らないのに、
なんかこう知ったかぶって喋るのも、まあ、あんまりどうなんかなっていうふうに思ったんですけど、でもちょっとまあ自分のラジオだしっていうこともですね、踏まえて、あと初心者だしっていうのもちょっと踏まえていただいて、また温かい目で見ていただきたいな、聞いていただきたいなっていうふうにちょっと思いながら、今日メスケイの話をちょっとしてみたいと思ってます。って言いますのも、もう私がですね、まあ、SK48 の中でも好きなメンバーがいましてですね、日高ゆずきさんっていうね、メンバーさんがいるんですよ。で、私は、まあ、野球も好きでして、どちらかというと、アイドルっていうところの日高さんを見て行って好きになったというよりは、まあ、野球きっかけで、まあ、知らせていただいたっていう入り口だったんですよね。で、まあ、名古屋のですね、アイドルグループさんなんで、中日ドラゴンズを日高さんは非常に応援していらっしゃって、その応援のぶりがですね、非常にこう熱いというし、いう感じもしました。プロ野球だけじゃなくて、すごくこう高校野球とか、いろんなことにね、非常に詳しいんですよ。で、ほんと、マニアック的な詳しさがすごいなっていうふうに思ってですね、まあ、が好きになって、いろいろ追いかけるというか、まあ、情報を、まあ、X ね、Twitter なんかで拝見したり、Instagram で拝見したりっていうことをこう日々やるぐらいだったんですけど、やっぱ、アイドルさんっていうのはね、どうしてもずっと活動続けていくわけじゃないので、いつかはやっぱ卒業っていう形で、迎えてしまう。まあ、始まりがあればね、終わりがあるっていうことも、アイドルさんの、まあ、宿命、まあ、何でもそうなのかな、職業っていうのはね。でですね、10月の末で、まあ、日高ゆずきさんはですね、まあ、卒業されるということになってます。ですので、まあ、私もこのラジオで、日高ゆずきさんのことをこうやってお話しするっていうことは、まあ、この10月ぐらいしかもないかなと。そんな思いでいてですね、まあ、自分でもちょっと、続けざまなっちゃうんだけど、SKE の話をちょっとしたいなというふうに思いました。で、実はですね、その、コメントで、YouTube でもたくさんいただいた中でも、ぜひ、劇場のね、公演を見に行ってくださいと。SKE48 ってこうチームがね、3つあるんですよ。ね、チーム S、チーム K2、チーム E って、もう3つグループがあって、メンバーがこう、だいたい16人とか、だいたい20人弱ぐらいで、グループになっててですね、それぞれ、まあ、専用の劇場、それぞれ、一つのね、SKE の専用の劇場があって、それぞれのチームが、違う演目、公演って呼んでますけど、そういう演目をやってですね、ファンの皆さんをこう、楽しませるっていうことをですね、毎日じゃないんですけど、まあ、結構週に何回かやってらっしゃるグループなんですよね。で、その公演をぜひ見に行ってみてくださいと。せっかくそのコンサートをね、ライブを見に行ったら公演もぜひっていうことなんで、私も公演ちょっと行ってみたいなというふうに思ってたんですよ。初めてですね、だから劇場公演っていうのにちょっと応募をしてみたんですね。で、その一番今やってるそのチーム S、チーム K2、チーム E がやってるそれぞれの公演っていうのがあるんですけど、まあそれとはまた別でちょっとこう企画的な感じで違う、いつもやってる公演じゃないものをやるパターンもあってですね、今回は、日高ゆずきさんが卒業されるっていうことで、普段はそういうグループ、だいたい16人ぐらいで、まあパフォーマンスをしている、公演なんだけれども、あえてソロで、一人で、やりましょうと。まあ、最初で最後っていうことなんですよね。今までソロ公演をやったことがないということなんで、で、これからも卒業もされるっていうことなんで、もう最初で最後のこのソロ公演。なんで、いつものやってる劇場公演ではちょっとないんですけど、まあ、劇場の中にですね、まあ、入って一回見てみたいなっていう気持ちもあったし、まあ、最初で最後っていうことなので、劇場のですね、まあ、応募をしてみたんですよ。まず応募の仕方をまず分からなくて、本当恥ずかしいんですけどね。でもありがたいことに、きちんとその初めての人にですね、分かるように、ファンの方なんだと思うんですけどね、初めての劇場公演の入り方みたいなのをまとめてくださってるサイトがあるんですよね。あれすごく参考になって、やっぱこう、行くまでにどういうオペレーションでどういう風になるのかなってやっぱ分かんないし、劇場の場所は知ってても、その中がどうなってるのかわかんないですから、
どうしたらいいんだろうっていう気持ちは最初にあったんですよ。やっぱ不安な気持ちあったんですよね。でもそういうサイトがちゃんとあって、経験談みたいなのが結構上がっていたんで、あ、そうなんだと、大体こんな流れなんだねっていうのを掴むことができてですね。なので、普通に申し込みっていうのも、結構簡単にできました。ネットで申し込むんですけどね。簡単にできました。で、まあ、抽選制なんでね、これ、まあ、当たったらその公演に行けるし、外れたらごめんなさいなんですけど、まあ、自分も初めてですしね、まあ、当たったらラッキーぐらいにして応募したんです。その日高柚月さんのソロ公演、応募したんですよ。そしたら、まあ、初めてなんですけど、なんか、当たりまして、え、当たったと思って、僕はその大箱のね、結構大きい会場でやったライブが、日高さんをこう生で見れるというか、機会がもう最後かなっていうふうに思っていたので、まさか自分がまたその劇場に足を運ぶことになるとは、夢にも実は思っていなくてですね。まあ、それでも、ちょっとせっかくの機会なんでっていうことで、まあ、予定をちょっと折り合わせてですね、当選したし、もう名古屋に行こうということで、行きました。で、実際、行って、もしね、こう初めてこれから SKE に興味を持って行かれる方のためのこうちょっと体験談としてお話しするんですけど、もちろんこうファンの方ね、ベテランの皆さんも非常に多いですし、きっと何回も何回も通われてる方も多いんですけど、意外とね、多分初めての人も多いんだと思います。特に今回はそういうふうにちょっといつもと違う感じだったので、そうだったのかもしれないですけど、係員さんね、スタッフさんがいるんですよ。劇場の方にこうご案内する。で、その方に、何人か聞いてる姿をちょっと入場前に目撃をしたので、あ、僕もちょっと正直に言おうと、初めてだからちょっとわかんないから そのスタッフさんに一番最初受付の時にもう聞こうと思って、すいません、初めてなんですけどって、どうやったらいいですかっていうのを、何を見せてどうしたらいいですかっていうのを初めて聞こうと思って、実際にこう入場する時にですね、チケットをこう見せる場面があるスタッフさんにですね、もう正直聞いたんです。そしたらすっごい丁寧に教えてくださって、あ、これはこういう件でとか、これはこういう件でとか、で、一回ここで受付したけど、この後また集合時間があってとか、多分ね、ちょっと後ろのファンの皆さんにはね、なんでお前の時はスムーズに入っていかねえんだよって、もしかしたら思われちゃったかもしれないですけど、でも、その次にご迷惑をかけないために ちょっとあえて時間をそこでいただいてですね。でもすごく親切に教えてくださいました。で、こういうふうに整列する予定になってます、みたいなところまで教えてくださって、あ、なるほど、なるほど、と。で、荷物も預けられないんだね、とか。あと、なんかこう、金属探知機でいろいろ検査するんだね、って。こういうのはまとめサイトで事前に知ることができてたんですけど、会場中に入ってからどこ並ぶかみたいなのですね、結構すごく教えてくれたので、初めての方はもう聞いた方がいいかなというふうに思いますね。で、実際に、こう、並んで、まあ、こう、会場っていうんですかね、この劇場の中に入るまで、結構あれのワクワクドキドキというかですね、期待感高まります。待ち時間30分ぐらいなんですけどね、30分ぐらいで中に入れるんですけど、その30分が結構ドキドキでした、私は。あ、なんかどんなふうになってるのかなみたいな。で、やっぱりこう、劇場もですね、すごく綺麗で、なんか、あ、DMM ってね、こう配信もやってるんですけど、配信で見たことあるもの、だから画面越しでしか見たことないものの現物をちゃんと見ることができて、こうメンバーさんの方、壁に写真がある壁写って呼んでるみたいですけど、そういう写真がずらーっと並んでるんですよ。あ、それは、あ、これだーとか思いながらですね なんかいろいろ、本当に、あ、現実に来たんだなーみたいなのはあって、すごいその、この場にいるだけでドキドキした。そういう待ち時間を過ごして、いよいよ入場して、で、開演を迎えましたと。で、いつものね、その劇場公演だと、大体やる、曲っていうのは、もちろん決まっていて、パフォーマンスするメンバーっていうのも、大体決まっているんですけど、今回は、日高裕さん一人で、ソロ公演で、やる曲っていうのも、もう自分で決めていいということだったみたいなんですよね。自分がやりたい曲とか、自分の思い出のある曲っていうのを、もう披露するっていうことをですね、どうもやったみたいで、私はまあね、前回その
センチュリーホールで15周年の記念ライブと、その前にリクエストアワーっていう、SKE の5楽曲の中でもこうランキングをファン投票で決めて、1曲ずつ披露していくっていう、そのたくさんの曲をこう100曲披露するっていうそのライブを見させていただいてるんですが、やっぱりまだまだ知らない曲の方が全然多くって、で今回の日高さんの、まあ、ライブもですね、こう知ってる曲もあれば、やっぱりこう初めましての曲もやっぱあったんですよ。まあ、そっちの方が多くて、初めましての方が全然多かったんですけど、うん、でもやっぱ日高さんがすごいなって、僕はこう野球をこう語っている日高さんを見て、YouTube とかね、なんかそういうラジオとか、そういういろんなメディアで拝見をしていたんですけど、アイドルとしての日高優希さんのこうパフォーマンスっていうのをこう間近で見るっていうのはね、もちろん大きい箱の会場でも間近では見てるんですけど、やっぱりどうしても距離感があるんですけど、劇場って300人ぐらいしか入れないので、やっぱすごく距離感近いんですよ、うん、しかも私前まあまあ前の列の方にたまたま席が割り当てられまして、うん、だからすごい近い位置でパフォーマンスを細かいところまで見ることができたんですよね、うん、だからこうすごくおしゃべりがね上手な日高さんでもあるんですけど、ちゃんとこうアイドルとしてのこのパフォーマンス力っていうのはすごいなっていうふうに思いました。細かいところまでこう表現をされてるんだなとか、うん、やっぱりこう歌詞の意味を汲み取ってこういう振り付けがきっとされてるんだろうなってこう大体想像はつくんですけど、それをこうどう表現するのかっていうのはやっぱその人によるのかなっていうふうに私は思ったんですよね、うん、ですごく日高さんはそういうディテールにこだわったパフォーマンスをされてるというか、うん、で決してこう真ん中だけじゃなく、やっぱどうしても一人の公演っておそらく真ん中にこう立ってちゃうとね、劇場って横長なんですよ。だから、ね、上手下手なんて言うけど、まあ、左右のね、そういう風な、方に座ってる方はなかなかこう真ん中だと見えづらくなっちゃうじゃないですか。うん、でそういうのも気遣いされてて、まあ、左側の方にも立ったり右側の方にも立ったりっていうことをこう頻繁にされてらっしゃって、で、前だけじゃなくて、まあ、遠くの方までちゃんと見渡すようなそういう目線っていうのも、なんかすごいこういろんなところを見ながらパフォーマンスしてるんだなっていうのも、なかなかこう配信で画面だとそういうことってわからないんですけど、うん、でも実際にこう劇場の中に入るとそういう細かい部分っていうのが見えて、うん、なんかすごく良かったですね、うん、すごい細かいところまでこうやって表現されてるだなっていうのを見ることができました。うん、で、すごくこうその曲ですよね。曲の順番、まあ、セットリストっていうふうに呼んでるんですけど、ご自身が多分決められたんだと思うんですけどね。そのセットリストにもその思い入れがあって、この曲はどういうふうな思いでこう選曲したパートなんですみたいな、うん、なんかこうそういうこともきちんと説明をしてくださったので、全然ねそういう背景をわからない自分でも、あ、そうなんだって、そういうふうな思いがあるんだとか、うん、いうのをですね、やっぱ感じ取って、こう感情移入することができる。うん、なんでね、前回もこの SKE の話をした時に言ったんですけど、なんかこう新規だから、ちょっと入りづらいよねとか、初めてだから、なんかこう、遠慮しちゃうよねっていう気持ちは、僕も、もちろん僕すごくあるんですけど、なんかこう飛び込んでいくと、すごくやっぱ楽しい空間だなと思いますし、周りの方もすごく温かいですし、僕はすいませんコール全然できないんですけど分かんないんですけど、でもコールしてないからって別にね、もちろん責められることなんか一切なく、それぞれがそれぞれの楽しみ方をすればもう許される空間なんだっていうことをすごく感じました、うん、でその、今回ですね、日高さんはすごくみんなでこう応援しようと、うん、卒業を、まあ、これから門出をちゃんと祝って見守っていこうよっていう、なんかそういう、こう、温かい気持ちが、こう、ファンの皆さんからも伝わってきた。で、ファンの皆さんがですね、多分、有志の皆さんが作ってくださったと思うんですけど、入り口のところで、その日高さんを応援するためのうちわをですね、用意してくださっていて、うん、で、それをこう、
全観客の方に配ってくださって、うん、で、そのうちわを持って日高さんを応援することもできたんですよね。うん、だからこういう空間ってなんかすごくいいなと思いましたし、なんかあったかいなっていうふうに思いましたし、あとスタンドまだバナっていうんですか、ああいう、お花、でっかいお花も上がっていて、それもこう日高さんが、代表、自分を代表する曲になったっていうふうに前回のそのリクエストアワーでもおっしゃってましたけど、こうプレシャスっていうね、その曲があるんです。そのプレシャスの、をこうイメージした、そういうこうスタンドフラワーだったんですよ。でそれを作られた方なのかな、お花屋さんのなんか、ツイッターもちょっと拝見たまたまさせていただいて、あ、なんかこういういろんな人にやっぱこう応援される、うん、こういう人生、アイドル人生ってすごく素敵だなって思いましたし、うん、なかなかこう私みたいに一般人で生きてると誰かに応援されてたりとかされ続けるっていう人生でやっぱ経験なかなかないんでね、うん、その分めちゃくちゃ努力も必要だったと思うんですよ。うん、で、大変なこととか苦しいこと、悲しいこととかいろんなことをきっと乗り越えて今のそういう、ソロ公演ができるぐらいまで、いろんな人にこう温かく見守られるような人になったんだと思うんですけどね。うん、すごくでも良かったなと思います。で、まあ、何よりなんかこううるっとこう自分が来た瞬間っていうのは、ソロ公演ではあったんですけど、日高さんがですね、やっぱこう、一緒にこう立ちたいメンバーさんっていうか、うん、一緒にこうパフォーマンスをしたいメンバーさんっていうので、選んだのがやっぱ同期、この SKE とか他の48グループは、この毎年じゃなかったとしてもこうオーディションっていうのをやっていて、そのオーディションでこう入ったので、まあ、第1期第2期2期生第3期生みたいな感じでいくんですけど、日高さんは第6期生なんですよ。うん、で6期と呼ばれているんですけど、今SKE の中では、まあ、日高さん含めて6名の6期生がいらっしゃるんですよね。うん、で、そこの、まあ、6期生となると、もう今の SKE の中だと、まあ、だいぶこう、中核だし、まあ、先輩格にもなるし、うん、こう若手をこう引っ張り上げていく、チームを引っ張り上げていくっていう、そういう存在、うん、になってるんじゃないかなって、見てて思ってるんですけど、そのロッキーのね、メンバーの、ね、通常旦那がお一人、お仕事の都合で、参加叶わなかったんですけど、うん、稽古に、ね、パフォーマンスをされて、その登場されてですね、パフォーマンスされたんですよね。うん、で、それがなんかすごく、まあ、絆っていうんですかね、なんかこう、いいなって、なんか仲間があるって、いいよなって思いました。僕らも会社員とか、そういう空間っていうか、そういう場でね、私もずっと過ごしてきましたけれども、やっぱりこう同期っていうのはなんか格別なものというかですね、弱音も吐けるし、やっぱ同じ瞬間に入って、同じ空気を吸って、同じようなことをこうずっと味わってきて、うん、でそれを一緒に乗り越えてきてっていう、まあ、苦楽も共にしてきたっていう意味だと、それは会社員も結構同期ってすごく大事だったりするますよね。うん、まあ、きっとそれ以上のものがあるんだと思うんですよ。うん、いろんなことをこう乗り越えてきたっていう、そのね、お仕事だけじゃなくて、そういういろんなメンバーさんをこう卒業を見送ってきたとか、逆に迎え入れてきたとか、うん、で自分がやりたかったことのを叶えてきたとか、それを一緒に喜び合ったとか、なんかいろんなきっとなんかこう絆があるんだろうなと、うん、でその6期の、皆さんとこうパフォーマンスを2曲されてですね、うん、なんかそれもすごくうるっとグッときましたね。なんかみんなでこう日高さんがいる6期生をだけのパフォーマンスを見れるのは、もしかしたらこれが私はね、もう最後なのかもしれないなと、うん、いうふうに思ってですね、まあ、日高さん自身をこうやって拝見、ライブで拝見するのはちょっと最後だなというふうな思いで、
今回行かせていただいたんで、もうなんかその6期のメンバーとのパフォーマンスっていうのは、すごくこうグッときました、ですね。はい、なんかこういろいろね、この10月、卒業っていう大きなイベントっていうか、まあ大きな出来事をもう10月31日にも控えておりますので、本当まだね、この私はこれ収録なんですけど、収録後もまたイベント目白押しという感じではあるんですが、ただ最後の最後までですね、ちょっとこう野外美術館の卒業まで、しっかりと見届けてですね、行きたいなというふうに思いましたし、それから SK48 劇場っていうところはすごくこう優しいこう空間だなというふうに思いましたし、今度はこそはね、ちゃんとチーム SK2E のそれぞれの公演、その公演も、去年から今年にかけて、リニューアルされてですね、新しい公演が始まったばかりなので、そういった形でちょっと見て、まだね、見れてないので私は一つも、一旦とも日を改めて、また名古屋に、行く際はちゃんと公演をですね、見たいなというふうに思いました。ということでエンディングのお時間でございます。はい、毎週日曜日の、この時間はですね、毎週日曜日の5時半から6時までは、つながるラジオをお届けしております。画面で お楽しみの皆様は、QR コードがございます。そちらからつながるラジオの過去のアーカイブ、YouTube チャンネルでアップロードさせていただいておりますので、今日お話しした SKE の、大きな会場でのライブの時のお話もですね、よろしければ、ご覧いただければなと。ちょっと本当初心者目線で、拙い感想なんですけど、まあ、今日も本当すいませんなんですけどね。はい。でもぜひいろんな方に足を運んでいただきたいなって、ちょっと思ってます。私がやっぱこう、行ってみて、すごくやっぱ楽しかったので、遠慮することないですよと、気兼ねなく自分自身がこう楽しめる空間ですよっていうことをですね、ちょっとお伝え、今日はできたらなというふうに思いましたし、日高柚月さんの、残りわずか、ね、アイドル人生は残りわずかにはなりますけれども、最後まで応援しておりますので、はい、ぜひ、駆け抜けていってほしいなというふうに思います。はい。ということで、今日はですね、SK48 の、劇場公演に、日高柚月のソロ公演に行かせていただきましたというふうなお話をさせていただきました。はい。ということで、はい、また来週ですね、ちょっとこのお時間お会いしたいと思います。それではありがとうございました。では失礼いたします。